り、今日開会した9月定例笠岡市議会で意見書案が提出されその後、全会一致で可決されました笠岡工業高校は昨年度以降1年生の生徒数が2年連続で100人を下回り岡山県教育委員会が再編整備を検討しています意見書は笠岡工業高校同窓会の請願を受けて作られたもので 生徒の多様な進路選択を狭めることがないよう再編整備の対象から外すとともに特色ある学科を設置するよう県教委、県、県議会に求めています市議会は今後この意見書を県教委などに提出する予定です地域にとりましては本当に大切なことがなんとかしてこの 笠岡,の笠岡工業高校の存続を今後とも進めていきたい。